皆さんこんにちは。今日は10分でわかる紛らわしい N1 文法5位、2020年の過去問から似たような問題を作ってみました。次の4つの言葉の意味の違いがわかりますか？挑戦している、挑戦してみる、挑戦してくる、挑戦していく。している、してみる、してくる、していく。なんだかとても簡単な文法のように思いますね。そうなんです。実は N4 で、N5 か N4 で多分皆さんは勉強しているはずの文法なんですが、なんと2020年の過去問に出題されていました。そういえばこういう似たような言葉って意外と紛らわしくて、みんななんとなくは分かってるけど、はっきりした違いが分かってないかもしれない。だからそういった意味で分かってると思っている人ももう一度復習してみてください。それでは行くよ。まずは一番簡単な「で見る」からね。まずは一番簡単だと思う「してみる」からね。してみるは今までやったことがないけど初めてする、 try to の意味ですね。それは食べてみる、飲んでみる、行ってみる、やってみる、書いてみる。これが変形して食べてみました、食べてみたけど、食べてみたらのような変形になるだけ。では次です。してみるはこれで終わり。してみる、挑戦してみるという言葉を使って例文を作ってみました。新しいことに挑戦するのは多くの人にとって不安なものだが、彼の場合、何も考えずにとにかく挑戦してみるというやり方を貫いている。失敗も多いが、失敗なくして成功はないのである。よく言うよね。失敗なくして成功なし。No pain, no gain.って言うよね。では次がちょっと複雑な「ている」です。ているは何？先生、ゆっこ先生、なんでそんなに複雑なのって思うかもしれない。ているは単純に考えると現在進行形だね。今温泉に入っています。今彼と話をしています。今ドリアンを食べています、という現在進行形だけど、ているにはもう一つの使い方があって、それは過去の経験を言うときです。今温泉に入っています。これは現在進行形の言い方でした。ところが、その温泉には3年前に一度入っています。こういう言い方もあるんです。過去の経験を話すときは、たことがあります。私はいつも教えてるね。だからその温泉には3年前に一度入ったことがあります、という言い方でもいいし、その温泉には3年前に一度入っています、という言い方もします。実は何々しているを過去の経験として表現することは意外と多くて、今彼と話をしています、これは今の話ね。ところが過去の経験で言うと、彼とはもう何度も話をしています。だからね、文脈を見ると一目瞭然でしょ？今温泉に入っています。これは今何々している。今彼と話をしています。今ドリアンを食べています。今の行動ね。でも、3年前に話しています。というと今ではないので、過去の経験を表すということになる。つまり文脈によって現在進行形なのか、それとも過去の経験を表しているのか、文脈によってわかるということですね。ているは現在進行形の意味と過去の経験を話すときにも使うということを忘れないでください。で、ややこしいのが何々していくという言い方と、
何々してくるという言い方です。何々していくは将来も続けるという意味です。例えば会社に行く途中にコンビニに寄ってジュースを買っていく、これはこの将来も続けるの使い方ではないんだけれど、買っていく、買ってくるはまた別、ちょっと例外だと思ってください。買っていく、買ってくる、あるいは持っていく、持ってくるのような、買うとか持つとかいう動詞プラス行く、来るがつくときはまた別の使い方をしますので、それは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらのホームページで確認してくださいね。何々していくはこれから先もずっと続けるという意味で使います。例文です。これから先もずっと英語を勉強していくつもりです。つまり今までも勉強してきた、でもこれから先もずっと英語を勉強していくという例文。次はこの研究をずっと続けていきたい。さてその次は、この美しい自然を守り続けていくのが私の使命だ。ペットを大事に育てていく、これはこれからもずっとこのペットちゃんを大事に育てていくという言い方です。さてそれではてくるです。てくるは過去から続けてきたという意味があります。今までずっと英語を勉強してきました。今までずっと英語を勉強してきました、これから先のことはわからないけど、過去から今まで英語を勉強してきました。それからこの研究をずっと続けてきました。なのでしてくるはしてきたという過去の言い方が多いですね。私はこの美しい自然を守り続けてきた。ペットを大事に育ててきた。ペットを大事に育ててきた。というように、いいですか、今現在の状態で使われるのは挑戦してみる、挑戦しているですね。挑戦してみるは初めて何かをするという意味で、挑戦しているは今現在この挑戦をしていますという意味です。で、それでは過去の言い方だと、挑戦してきた、これは何かをずっと続けてきた、過去の継続です。それから挑戦しているというのは過去の経験を表す言い方です。そして未来に向かって将来挑戦していくという、将来挑戦していくだろう、挑戦していくつもりだ、挑戦していくつもりだ、挑戦していくに違いない、挑戦していくものと思われる、挑戦していってほしいものだ。この挑戦していくという言葉は語尾を変えるだけでこんなにいろんな表現があります。さて簡単だと思っていた皆さん、全部わかりましたでしょうか。今から簡単なテストをします。ちょっとやってみてね。さて皆さんできたかな？
答えは概要欄のリンクにあります。チェックしてみてくださいね。それでは皆さん、どうもありがとうございました。ゆきこでした。